はい、こんばんは、かつひろです。今日はですね、ちょっとしばらく動画の方お休みしてたんですけど、まあ久しぶりにこちらの、まあ iPhone の、ちょっとお話をしたいと思います。今ですね、たった今ちょっと復元をして、今日ですかね、12.1.2、まあ新しいバージョンが今日付けで、今日の夜中かな、まあリリースされたんですけど、まあでも僕はあえて、まあ 12.1.2 にしないで、12.1 ですかね。これは10月の終わりにもう、すでにリリースされてたんですけど、まあこれ 10S なんですけど、まあ9月の発売日に買って、まあ一回 12.0.1 に一回アップして、その後ずっとアップしてなかったんですけど、で、今日 12.1.2 がリリースして、まあそれはあまり関係ないんですけど、まあ動画のネタ的にちょうど今日がちょうどいいかなと思って、まあ動画を撮ってるんですけど、で、僕はあえて、まあさっき言った通り 12.1 ですね。まあなんで今更僕が 12.1 にアップしたかというと、まあアップしなくてもよかったんですけど、まあ、基本的に僕なかなか iPhone 買ってもなかなかバージョンアップはしないんですけど、特に支障が ないので、特に、まあそもそもアップするのが面倒くさいし、まあバックアップもほとんど取らないし、まあ今日みたいに復元するときに最新のバックアップを取って、でバージョンアップして復元するっていう形を、いつも取ってるんですね。でいつも iPhone 単体の OTA でやらないで iTunes につないで、まあ面倒くさいんですけど、まあバージョンアップをやってますね。で、まあ脱獄なんですけど、まあ今回 10S、10S Max、10R を買った人はまだ一度も多分脱獄できてないと思うんですよね。まあ12の脱獄は、まだリリースしてないので、なので今脱獄で、してる人っていうのは、まあ10とか8で、まあ 11.3ぐらいかな、ちょっともう11のバージョンのことはもう忘れちゃったんですけど、まあもう9月から12で使ってるので、まあちょっともう全然気にしてないというか、まあ12の脱獄がまあ出るのか出るのかっていうのは若干は気にしてるんですけど、もうだいぶ iPhone というか iOS の脱獄自体がちょっとだいぶ低迷してるというか、まあする人が減ってるというか、まあそもそも、まあ、iPhone の脱獄を作る人がまあもうあんまりいないというか、まあ、積極的に、まあ、作ってくれる人がまあ昔みたいにいないので、昔はだいたい iOS8 ぐらいまでは、まあ、iPhone が出て、まあ、2、3ヶ月か下手するとまあ4ヶ月後ぐらいだから、まあ年明けとか暮れとかぐらいに、まあ完全脱獄がリリースしてたパターンが結構多かったと思うんですけど、まあ9からですよね、 iOS9 からもう完全脱獄が出なくなっちゃって、まあ9でも一応出たんだけど、9、8、9、10、11って一応ツールは出たんですけど、まあ3回ともまあ再起動するとまあ入獄状態に戻っちゃうような脱獄で、まあ一応アプリはそこそこ使えてたので、まあしないよりはマシっていう程度だったんですけど、まあ今年の9月に7を下取りに出して、こっちのまあ 10S を買ったんですよね。まあ去年ぐらいからですか、 iPhone がまあ高い高いと言って、だいぶ iPhone 離れが進んだんじゃないかなと思うんですよね。これも 10S の、256GB で、まあキャリア版なんで147,000円ぐらいですかね。まあアップルケアなしで端末自体が147,000円もしたので、まあ、結構高いですよね。で、7が6万ぐらいで売れたんで、まあ、差し引きそこまではいってないんですけど、まあ、実質僕は今 iPhone XS しか持ってないので、まあ、デフォルト状態とか、まあ、入国状態です。もちろん使ってるんですけど、
で、なんで、まあ、今日の、まあ、一番言いたいことなんですけど、 12.1.2 の最新バージョンじゃなくて、まあ、12.1 にバージョンアップしたんですね。まあ、もう結構前からやろうと思ってたんだけど、まあ、めんどくさくてずっとやってなくて、でまあそろそろやっとかないと、危ないかなと思って今日ようやくやったんですけど、まあその iOS のバージョンの IPSW が一応今3パターンですかね。12.1 と 12.1.1 と 12.1.2 この3パターン、まあ 10S なんですけど、まあ全部同じだと思うんですけど、この3パターンで、まあ 12.1.2 は最新なので普通に復元すれば 12.1.2 に、アップされちゃうと思うんですけど、まあ僕はそこを、まあ 12.1 の IPSW をダウンロードしてきて iTunes で、まあ最新じゃなくて 12.1 にたった今アップグレードして、まあやっと、まあ、復元がそろそろ終わる感じなんですけど、ですね、もう結構前なんですけど、12.1 で 10S が脱獄成功したっていうだいぶ前に記事が上がってたんですけど、まあでちょっと前の記事で、まあ出るとしたら脱獄ツールが出るとしたら 12.1 以下じゃないかっていう、まあ、話ですよね。要するに 12.1.1 と 12.1.2 は、まあ非対応というか、まあ、12.1 までしか成功してないっていうことですよね。まあ、その後、まあ、セキュリティが変わっちゃってるので、それまでの手法だと、まあ、できないから 12.1.1 で止めとけみたいな、まあ、記事が上がってたので、まあツールが出るっていう決まったわけではないんだけど、まあ今のところ、ですね、今日が12月18日なんですけど、今現在でもしかしたら出るかもしれないのが、まあ、12.1 以下、まあ、12から 12.1 までのがもしかしたら出るかもしれないですけどね、まあ、確率的に出るとしたら、まあ、12.1.1 と 12.1.2 は多分、まあ、最近の感じだと多分今のところは無理なので、まあとりあえず、脱獄ができる一番上のバージョンに、まあ、アップしたっていうことですよね。まあだいぶ先になっちゃうか、まだまだかもしれないんだけど、とりあえずまあ準備というか、まあまた多分出るとしても完全脱獄じゃないと思うので、まあ今日は 12.1 に、やっとアップしました。でまあ復元して、まあ、スイカを入れ直して、とりあえず使えるようになったのかな。なので、まあ、12で脱獄したい人は、とりあえず 12.1 に上げといていいと思うんですよね。まあめんどくさかったら12とか 12.0.1 とかでも、まあ止めといてもいいと思うんですけど、現状僕の意見としては 12.1.1 以上には上げない方が今のところいいっていう感じがしてるので、まあ 12.1 で、一番上で 12.1 でとりあえず、まあ止めといた方がいいと思いますね。まあ現状今それしか、まあデータが出てない、データというかまあ情報が出てないので、まあそれしか言えないんですよね。まあツールがいつ出るかとかもまだ全然わかんないんですけど、まあ今日はそういう話ですね。あと僕ツイッターもやってるので、まあ下に URL 貼っとくので、まあ最新情報というか、まあツールが出たりなんか情報が入ったらツイートするんで、ツイートしますので、まあよろしかったらフォローの方を、まあよろしくお願いします。で、まあまた脱獄の、まあ脱獄にも脱獄以外にも、まあ iPhone 関係のなんかケースを買ったとかなんかあれば、まあ動画を上げると思うんですけど、まあちょっとしばらく動画を上げてなかったので、まあ一つネタがあったので、まあちょっと動画にしてみました。そういう感じですね。まあ今日は、僕はこの iPhone XS をあえて最新の 12.1.2 に上げないで 12.1 に上げました。まあ脱獄絡みの話ですね。まあ今日はそんなところです。今日もご視聴ありがとうございました。
あと、この動画が良くても良くなくても、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。